ンちゃん連れてきてよ。あれ、ほら、ちょ、ワンちゃん連れてきたよ。あれ、すみません、ワマンの子とっても感謝してるざます。お、お礼なんだ。マダムニャンニャンからお礼をもらっただってキッスのお礼、マジか。おお、入るか。誰？お姉さんが、私気まぐれトレーシー、元気になる秘密売ってるって。みんな元気とは。ヌリヌリ、どうもありがとう。秘密の薬塗っておいた。ハートは全員あった気かよ。なるほど、ハートが満タンになるって。ここはなんだ。お、これは不思議な地下からあるぜ。さあ調べてみよう。あ、戻ってきた。ってことは他のとこからここに戻ってくれるようになるってことかな。あ、うん、うわ、またやっちまったかも。あ、これいけるんだ。で、これ取って、これ取りまして、また新しいなんかところに来たぞ。この先にがあれがある、岩が。ねえ、あるんかい。あるんかい。落とし穴あった。こんにちは。誰、イケメンがいる。ひろ、僕はこう見えても後ろに住んでたこともあるんだけどさ、家来に魔物が取り付いたんで逃げてきちゃったんだよな。僕の頼みを聞いてくれないか。俺にいいものあげるかさ。黄金の葉っぱを魔物から取り戻してほしいよって。高いよ。あ、でも爆弾もある。爆弾買ってこうかな。でもいまいちまだ使い道分かってないから、まあいっか。なんだここ。誰もいない館に声が響く。私は貝殻の館にて宿りし者、闇の力に挑む者を待っていた。これかな？私さっき取ったやつかな？貝殻足りないって。右のあの緑色のやつがバロメーターみたいな感じ。なんかどうするんだ。あ、バナナ、この子だね。橋だ、まさかの。
お猿の橋。棒切れ。じゃあ次また棒切れとなんか交換すんだね。さっきのこっちか。なるほどね。やべえ、強そうなのいるな。ね、でも私これ溺れちゃうでしょ。見つけてみたいに言ってたよね。なななな、一気になんかレベル高い、レベル高い、すごいレベル高い。これだ。強いよ。よっしゃ、回復。めちゃくちゃ強そうなんだけど、怖っ。めちゃくちゃ強そうやん。ないのか。でもここなんだろうな。あ、扉開いた。楽ちんなだけか。これ倒せないのかな。この人倒せんのかな。おお、これか。
おいカラス降りてこいよ。カラスっぽい？おーカラスだ。あと1枚誰だろう。もしかして2個必要？そういうこと？じゃあもう一個買ってこなきゃダメか。絶対必要だ。あ、何？お、蜂蜜くれるって。蜂の巣だって。蜂の巣ゲット。これマックス何個もいけんのかな。あ、20個ぐらいいけんだ。あ、しかもこれ絶対これ使うじゃん今後。え、980ルピーだって。やめとこう、お金ない。ちょ、やめしてたかも。よっしゃー、最後の1枚。あら、持ってきたよ。トレビアン、葉っぱが全て揃ったんだね。さあ、このカエルの像を動かした前、僕からお願いするしだよ。カエルが、カエルが邪魔すぎて。おお、下に行けた。なんだ、うん、なんだ、何が入ってるんだ。ホラガイ。まだ続くの？大きいね。あ、間違えた。まだ続く。落とし穴いっぱいじゃねえか。まだいけないよ。足元に秘密あり。え、あ、なにこれ。どこのやつ？あそこの上？これか。